東京40マイル Vlog。 はい、皆さんこんにちは。東京40マイル秘密基地に来ております。今日の日付は8月29日土曜日、外気温は 33.5 度、今11時20分を過ぎたところです。まだまだ真夏、暑いですよ。今日はソニーの Vlog カム、ZV-1 を使ってですね、いろいろ撮ってみたいと思います。さあ、ここがね、趣味の愛車が格納してある場所です。で、実は先々週か2週間前にね、この草刈り機、エンジン式の草刈り機を使って、ここ全ての草を買ったんですね。あの奥の方に見える背丈の高い草がいっぱい茂ってたんですけど、全部切り倒して今2週間ぶりにここに来ています。ちょっとね、点検してみたいと思います。ここがね、今敷地の一番奥なんですけど、結構ね、草を倒してみると広いんですよね。ここからぐーっとね、そこまで、車で走れるスペースになっています。これがこの前倒した草たち。ちょっとね、僕雑草の名前そんな詳しくないんだけどね、すごく背丈の高い雑草がうじゃうじゃあったんですよね。2週間経ってこれ完全に枯れて、まあ当然ですよね、刈り取った部分は茶色くなっています。一方、この草、背丈の高い草がなくなったんで、なんかね、草原みたいに背丈の低い雑草たちが早くも全体を緑にしていっています。雑草の力ってすごいですね。ここが一番わかりやすい。これ全部ね、刈った後で、枯れた草になってますけど、もともとはこれです。これがね、全部の面に生い茂ってた。これなんていう草なんでしょうか。なんか誰か言ってたな。ちょっと僕名前知らないけど、これ恐ろしい、人の背丈より高いね、雑草がここ全ての面にびっしり生えて、人が入れなくなっちゃってました。これをね、2週間前に全部倒したんですよ。もうね、これが地球を緑にするメカニズムですよね。すごいな、雑草。たった2週間でこれ。あ、そしていたいた。ちょっと折れてんのかな。これですよね、あの背丈より高くなるやつ。ちょっと名前わかりません。誰かわかれば教えてください。もうでもね、ところどころ生えてきてるんだね、これね。あ、ここもそうじゃない。すごい。こりゃね、2ヶ月も放置したら雑草はすごいことになっちゃうわけです。これわずか2週間でこの緑。やっぱりね、こういうところは定期的に人が入ったり車が走ったりしないと、どんどん雑草が生い茂っちゃうんでね、今日から、また定期的にここでランサーを走らせるようにしたいと思ってます。で、そのためにはこの前切ったね、これこういうの気になるの。あ、ちょうど12時になっちゃった。こういうのが気になるんですよね。タイヤに刺さらないかなっていうんでね、今ちょっと感触を確かめてます。まあラリータイヤなんでね、そうそう簡単に破けないですけど、あまりに硬いものがあるとね、横から刺さったりしたら嫌だなと思って。まあなんか大丈夫そうですね。特に硬くなってないし、これなら走れるかな。ちょっとね、一か八か走ってみようと思います。さあ、ここで趣味と実益、ランサーによる草刈り効果を試してみましょう。
走り終えたランサーの様子です。なんかぶっ刺さってんだ、大丈夫？おお、怖え。はい、まあなんか概ね綺麗ですね。草が入ってるわ。さて、おーおーおお、すごい。あ、キャリパーのとこにまで草入ってる。やっぱあんまり良くないね。まあこの程度のね、パキパキ折れちゃうもんならいいんだろうけど。いえ、マットフラップにも草が入り込んでおります。走ったところの草がどうだったかを見に行きましょう。ここね、今走ったところ、こうやって綺麗にね、草がなくなっております。ほら、いい感じにね、何周も走ったわけじゃないんだけど、草刈りできてるでしょ。やっぱりね、時々走るってことはね、大事なんですよ。で、ついでだから M3 も洗っちゃおう。熱っ。平日はね、もう実に様々な人たちと関わって、もう社会の中でね、生きてるわけでございますけれども、週末ぐらいは自分のやりたいこと、誰にも気にされずにね、やりたいな、ということで、平日と週末のもう全くのコントラストでね、こうやって生きております。東京勤務、田舎暮らし。なかなかいいでしょ？ゴルフとかが入ってない週末はね、こんな風に自由気ままに大好きな車やりながら、芝眺めながら大自然と触れながらね、こうやって暮らしたいなと思って、わざわざこの田舎に引っ越してきて暮らしております。やっぱりね、のどかに週末は田舎暮らしを楽しむっていうのはとてもいいと思います。まあせっかく今日 Vlog カムを使ったんで、そんな僕の週末のわがままライフをちょっと見てもらいました。さあ家帰ったらね、最盛期の芝、美しい芝を楽しみたいと思います。ではまた本編動画でお会いしましょう。これからもね、よろしくお願いします。では、また。このチャンネルでは、一般家庭で芝生を育てることに関心がある人向けに、我が家の芝生で実際に得た体験を題材とした動画を公開しています。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。